流れの中で病気になったのを口説くっていうのがあるんですか？こう、まあ、人生の流れの中で口説くをもらいながら病気になったのが、それでこうなったっていうのが、そうなんていうか、それ病気になって口説くのという背景ありますよね。まあ結局それをさ、常にどう捉えるかな。そのいや、それはね、この病は仏の恩計らいかっていうこともあるから、病によって信心同心が起こり候なり、だけどそれは前提、大前提は正しい信仰をしているっていう大前提だよ。そこにおいて出てくる病というものは、しかもそんな重篤なね、もう麻生も知れぬようなものが出てくるんじゃなくて、ちょっとこうたるんでたからケツ引っ叩かれる感じでちょっと苦しくなったと、ああこれは申し訳なかった、自分がたるんでたと、頑張りましょうというような形では少々だって出ますよ。でそれがその病に出てこう疑いを起こしちゃったら、これは今度それは正しい信仰においては疑いなわけだ。疑いでさらにまた悪い方向だからね。学会はここをうまく使うわけだよ。そうなん、バチでバチなんだよ、それ。二千本尊のバチで出てんの。だって大教が間違ってんだから。だって10年も続かないですよ。なあ、おかしい。10年。それを今の彼の言い分はそうだよね。病そのこと自体が不幸じゃなくてと、そのことの捉え方なり、その中で頑張っていく中に人間革命していくんだという、まあそのロジックに切り替えられてるわけ。まだ苦しんでるんですよ。うん。はい、でもそれはね、昔正しかった時の創価学会だったらそれはそれでいいんですよ。それはまあ10年苦しむなんてことはちょっと考えにくいけども、しかしまあ病が正しいご本尊に自分が向かっていくために、罪障をここで消滅したためには、それはやっぱりそれでも偏読訳して天獣享受してんのよと、本当ならもっともっともっとすっごい苦しい罪障だったのよと、それは一応言えるんですよ。正しいご本尊だったらその大前提を一切触れずして、そこを目くらましして出てる現象にいろいろ理屈つけてくるのが今の学会の指導性で、それをうまくごまかす御所は、それをごまかそうと思えば使える御所はいっぱいあるからね。それにみんな結局たぶらかされちゃって、いわゆる病をどんどん、病ってその命の病をどんどん悪化させてるんで、こじらしちゃってる。こじらせ症候群ですよ。よっぽどひどい目に遭わない限り、やっぱり僕のところ連絡来ないもんね。そんなちょっとしたことではね、いくらでもその論理で吹っ飛ばされちゃうから、いやそんな真剣にやれば必ずね、マーキソワズバ消防と知るべからずなんだよとかね、頑張ってくれば君出たんだよとか、正しい証拠なんだよとかさ、みんなそういうふうに言われてきますよ。それしか言いようがないだろうね。うん、でまた言ってる側も本気で信じてるからね。じゃあ本当にさ、じゃあ見渡してみろって、素直に自分の地区とか部員さんたちの生活を、本当にこの10年の間にね、みんなこういうふうになってきたかよって、みんなこうなってきんなよ、自分ちだけじゃないんだよってことは、少しちょっとこう頭を冷やせってことね。みんな中がなんとなくこうなってきてるってことは、その信じてる方が間違ってるってことなんだ。そういう人たちもいた。それまでは絶対偽本尊とかなんかもう思いもしないしって言ったのに、自分はそれなりに頑張ってるのに、なんで自分家の生活、妻、子供、近隣、同じ学会員たちがね、なんでこうなんだろうって、偽本尊だっていうことをこう胸に入れた瞬間、全部のジグソーパズルに上がったっつって。いや、本当そう。だからかっていう、そう、それで言ったんです。うん、ちょうど苦しい思いしてきましたからね。だから切ない10年もね、10年以上ですね。嫁さんが引っ越して、お母さんに「寂しいでしょ?」って知らない土地に行って、うん、って言われた時に、洗濯機持ってる時に主人公の方が「こんにちは」って名前を言ってくれて、だからもう知り合いができたから寂しくないよって言ったらしいんですけど、で10時間商売とか始まって、うん、うわー、この嫁さんはもうすごい、絶対人材だと思ってた、思うぐらい。思うよね、そりゃ。頑張って頑張って。そしたらどんどんなんかかわいそうにね。